4K、HD、SD コーデック、HC1000、11000シリーズのご紹介。 NTT エレクトロニクスではお客様のニーズにお応えするため、さまざまな用途に合ったコーデック製品をご用意しております。 H.264、MPEG-4AVC に対応する MV5000 シリーズ、 H.265、HEVC に対応する MV7000 シリーズ、 H.265、HEVC だけでなく H.264、MPEG-4AVC にも対応した 4K 対応コーデック HC1000 シリーズ。今回はそのラインナップの中から国内外の世界的なスポーツイベントの中継や番組制作の国際伝送での実績を持つ HC1000 シリーズのご紹介をさせていただきます。後半には実機によるデモの映像も流れますのでご覧ください。HC1000 エンコーダーシリーズは NTT 研究所の最先端技術を取り入れた NTT エレクトロニクス製の高画質高性能なワンチップエンコーダー LSI を搭載しています。 HC1000 デコーダーシリーズは HEVC、H.264、AVC だけでなく MPEG-2 にも対応したデコーダーです。HC1000 シリーズは小スペースな 1U ハーフラックサイズの HC1000E、HC1000DS、 二重化電源を搭載しているフルラックサイズの HC11000E、 HC11000DS をご用意しております。 HC1000 シリーズはエンコーダー、デコーダーを組み合わせて使用することでHD 映像で 33ms、 4K 映像で 100ms の超低遅延に対応しております。多くの音声フォーマットと最大16チャンネルの音声に対応しており、多言語伝送に適しています。また最新のスクランブルプロトコルである BIS2CA に対応しており、より安全な素材伝送が可能です。それでは HC11000E エンコーダー、 HC11000DS デコーダーを使用した超低遅延伝送のデモンストレーションをご覧ください。 HC11000 シリーズは HD 映像を 33ms、 4K 映像を 100ms の超低遅延で伝送することが可能です。スポーツイベントやライブ映像、ニュース映像の伝送など、リアルタイムに映像を伝送するシステムにご利用いただけます。いかがでしたでしょうか。 HC1000 シリーズの製品説明は以上になります。 NTT エレクトロニクスはこれからもお客様のご要望に耳を傾け、新製品開発に取り組んでまいります。